パパを好きになった。思春期の私に対してどう接していいのかわからない感じとか、一周回ってなんだか可愛く思える。私がいる時はいつも美味しい料理を作ってくれるし、親友と遊んだ時にはいつも送り迎えもしてくれる。その優しさに気づけたのは最近だけど、でも恥ずかしくて誰にもこんなこと言えない。今日はこの前パパが作ってくれた長ネギの肉巻き照り焼きを自分で作ってみた。あの時食べた味がどうしても忘れられなくて、でもやっぱり私は料理が下手だからまたパパに作ってほしいな。こんなこと思ってるけど、実際パパを前にすると自分の気持ちに正直になれなくて何も口にできなくなってしまう。本当はパパに正直に自分の気持ちを伝えたいけれど、どうしても伝えられない。あと一歩踏み出せない自分がいる。こんな私、ママと私は仲が良くて、もちろんママのことが大好きだけど、小さい時から母子家庭の私はパパの優しさを知らない。だから何度か親友の家に遊びに行って、話しているうちに親友のパパを好きになった。思春期の私に対してどう接していいのかわからない感じとか、一周回ってなんだか可愛く思える。私がいる時はいつも美味しい料理を作ってくれるし、親友と遊んだ時にはいつも送り迎えもしてくれる。その優しさに気づけたのは最近だけど、でも恥ずかしくて誰にもこんなこと言えない。今日はこの前パパが作ってくれた長ネギの肉巻き照り焼きを自分で作ってみた。あの時食べた味がどうしても忘れられなくて、でもやっぱり私は料理が下手だからまたパパに作ってほしいな。こんなこと思ってるけど、実際パパを前にすると自分の気持ちに正直になれなくて何も口にできなくなってしまう。本当はパパに正直に自分の気持ちを伝えたいけれど、どうしても伝えられない。あと一歩踏み出せない自分がいる。こんな私、ママと私は仲が良くて、もちろんママのことが大好きだけど、小さい時から母子家庭の私はパパの優しさを知らない。だから何度か親友の家に遊びに行って、話しているうちに親友の彼氏に妊娠させられた。泣きながらやめてって言ったのに、私の声がまるで聞こえてはいないかのように、半ば強引に彼はやめようとはしなかった。私はそういうのに抵抗があるし、あまり好きじゃない。この一件で彼のせいで男の人と会うのが怖くなってしまった。私はこんなに苦しんでいるのに、向こうは何事もなかったかのようにヘラヘラしている。縁を切ればいいとか思うかもしれないけど、そんな簡単な話じゃない。こんなこと親にすら相談できなくて、親友にも相談しようと思ったけどできなかった。どうして私ばかりこんな目に遭わなければいけないの。私は不幸な人間だ。彼氏と彼女、この関係に大きな亀裂を入れたくなかった。だから私は何も言わずに我慢した。思い切り泣いた。夜が明けるまで食欲もあまりなかったから、前の日に作った抹茶ケーキを食べる。涙と混じってなんだか少ししょっぱい。この時もうすでに我慢の限界だった。私は親友に LINE した。聞いてほしいことがあるんだ。あんたの彼氏に妊娠させられた。泣きながらやめてって言ったのに、私の声がまるで聞こえてはいないかのように、半ば強引に彼はやめようとはしなかった。私はそういうのに抵抗があるし、あまり好きじゃない。この一件で、彼のせいで男の人と会うのが怖くなってしまった。私はこんなに苦しんでいるのに、向こうは何事もなかったかのようにヘラヘラしている。縁を切ればいいとか思うかもしれないけど、そんな簡単な話じゃない。こんなこと親にすら相談できなくて、親友にも相談しようと思ったけどできなかった。どうして私ばかりこんな目に遭わなければいけないの。私は不幸な人間だ。彼氏と彼女、この関係に大きな亀裂を入れたくなかった。だから私は何も言わずに我慢した。思い切り泣いた。夜が明けるまで食欲もあまりなかったから、前の日に作った抹茶ケーキを食べる。涙と混じってなんだか少ししょっぱい。この時もうすでに我慢の限界だった。私は親友に LINE した。聞いてほしいことがあるんだ。あんたのうちの彼女が臭い。同じ空間にいるだけで匂うし、俗に言うスメルハラスメント。そうそう、スメハラってやつ。お風呂に入るのが億劫なのか知らないけど、汗臭いし脇がっぽい匂いもする。彼女に聞こえないように友達にそう言ったつもりだったけど、俺の彼女はすぐ後ろにいて全部聞かれていた。驚いたような顔をして泣きながらその場を出て行った。でもあの強烈な香りだけはずっと部屋の中に立ち込めたまま。おい、お前の彼女泣いちゃったじゃん。どうすんの？いや、まあしょうがないでしょ。本当のことなんだから。そう言いながらも俺は大きな罪悪感を覚えていた。家に帰ると彼女はまだ帰っていなくて、それ以来連絡が来ることはなかった。彼女との思い出、カルメ焼き一緒に食べたっけ。彼女に教えてもらって何度も練習して作れるようになった。スマホの中の楽しそうな二人のツーショットを見ながら、ふとそんなことを思い出した。なんで大切な人を傷つけてしまったんだろう。本当は自分が臭いってこと自覚していたけど、汗臭いのも脇がなのも全部自分だったんだ。でも
友達に嫌われたくなかったからあんなこと言ってしまった。なんかさ、最近うちの彼女が臭い。同じ空間にいるだけで匂うし、俗に言うスメルハラスメント。そうそう、スメハラってやつ。お風呂に入るのが億劫なのか知らないけど、汗臭いし脇がっぽい匂いもする。彼女に聞こえないように友達にそう言ったつもりだったけど、俺の彼女はすぐ後ろにいて全部聞かれていた。驚いたような顔をして泣きながらその場を出て行った。でもあの強烈な香りだけはずっと部屋の中に立ち込めたまま。おい、お前の彼女泣いちゃったじゃん。どうすんの？いや、まあしょうがないでしょ。本当のことなんだから。そう言いながらも俺は大きな罪悪感を覚えていた。家に帰ると彼女はまだ帰っていなくて、それ以来連絡が来ることはなかった。彼女との思い出、カルメ焼き、一緒に食べたっけ。彼女に教えてもらって何度も練習して作れるようになった。スマホの中の楽しそうな二人のツーショットを見ながらふとそんなことを思い出した。なんで大切な人を傷つけてしまったんだろう。本当は自分が臭いってこと自覚していたけど、汗臭いのも脇がなのも全部自分だったんだ。でも友達に嫌われたくなかったからあんなこと言ってしまった。なんかさ、最近彼女が甘えてくる。普段はこんなことないのに、向こうからすり寄ってきたり軽いボディタッチをしてきたり。こんなの初めてだ。二人っきりでいるのが恥ずかしいし、なんだか裏がありそうで怖い。普段は清楚で真面目な印象なのに、僕が知っている彼女とは全然違かったから、なんだかドキドキしてたどたどしい態度をとってしまった。でも彼女はそれを楽しんでいるかのように口角を上げながら引き続き僕にいたずらをしてくる。気がつくと僕の鼻息は荒くなっていて、彼女がいつもより可愛いねって言ってきた。とりあえずお昼ご飯食べようよ。今日は僕が作るからさ。そう彼女に伝えてキッチンへと向かった。シャリアピンステーキ、最近ハマっている漫画に出てくる料理だ。みじん切りにした玉ねぎをサーロイン肉の両面にまぶして酵素の力で肉を柔らかくする。フライパンについたステーキの旨味を赤ワインを沸騰させながらこそげ取る。料理に夢中になってしまえばこっちのもの。ああ、兄ちゃん早く帰ってこないかな。兄ちゃんは出張で2週間家を出ることになり、昨日からいない。だいぶ前から僕は兄ちゃんの家に居候している。そんな中僕に対して兄ちゃんの彼女が甘えてくる。普段はこんなことないのに、向こうからすり寄ってきたり軽いボディタッチをしてきたり。こんなの初めてだ。二人っきりでいるのが恥ずかしいし、なんだか裏がありそうで怖い。普段は清楚で真面目な印象なのに、僕が知っている彼女とは全然違かったから、なんだかドキドキしてたどたどしい態度をとってしまった。でも彼女はそれを楽しんでいるかのように口角を上げながら引き続き僕にいたずらをしてくる。気がつくと僕の鼻息は荒くなっていて、彼女がいつもより可愛いねって言ってきた。とりあえずお昼ご飯食べようよ。今日は僕が作るからさ。そう彼女に伝えてキッチンへと向かった。シャリアピンステーキ、最近ハマっている漫画に出てくる料理だ。みじん切りにした玉ねぎをサーロイン肉の両面にまぶして酵素の力で肉を柔らかくする。フライパンについたステーキの旨味を赤ワインを沸騰させながらこそげ取る。料理に夢中になってしまえばこっちのもの。ああ、兄ちゃん早く帰ってこないかな。兄ちゃんは出張で2週間家を出ることになり、昨日からいない。だいぶ前から僕は兄ちゃんの家に居候している。そんな中僕に対して兄ちゃんのお兄ちゃんがキモい。普段はあまり会わないけど、仕事終わりにしょっちゅう LINE が送られてきて、私にいろいろ聞いてくる。正直返すのが面倒だけど仕方なく返す。つまらないし、セクハラまがいなことまで聞いてくる。彼氏はできた？とか、経験人数は？とか、そういうのはうまくごまかしながら返すけど、私にこんなこと聞いてくるなんて寒気がする。いつも LINE の文章から伝わってくる必死感。意地でもやりとりを続けようとしているのが見え見えでキモい。彼女なの？前に私が作ったリンゴとベーコンの米粉クレープインスタに載せたら、今度俺にも作ってよってコメントが来た。キモい。お姉ちゃんの仕事が休みの日はできるだけ会わないように、友達とご飯に行ったりコスメを見に行ったりする。家だと何聞かれるかわからないし話したくないから、だからできるだけ家で遊ぶのは嫌なんだ。日曜日13時、友達と一緒に近くのカフェに行って、いつまでも隠していてもしょうがないから思い切ってその悩みを打ち明けた。ねえ、あんたのお兄ちゃんがキモい。普段はあまり会わないけど、仕事終わりにしょっちゅう LINE が送られてきて、私にいろいろ聞いてくる。正直返すのが面倒だけど仕方なく返す。つまらないし、セクハラまがいなことまで聞いてくる。彼氏はできた？とか、経験人数は？とか、そういうのはうまくごまかしながら返すけど、私にこんなこと聞いてくるなんて寒気がする。いつも LINE の文章から伝わってくる必死感。意地でもやりとりを続けようとしているのが見え見えでキモい。彼女なの？前に私が作ったリンゴとベーコンの米粉クレープインスタに載せたら、今度俺にも作ってよってコメントが来た。キモい。お姉ちゃんの仕事が休みの日はできるだけ会わないように、友達とご飯に行ったりコスメを見に行ったりする。家だと何聞かれるかわからないし話したくないから、だからできるだけ家で遊ぶのは嫌なんだ。日曜日13時、友達と一緒に近くのカフェに行って、いつまでも隠していてもしょうがないから思い切ってその悩みを打ち明けた。ねえ、あんたの